回は、ちょっとねまた間が飽き飽きで撮ったり撮らなかったりしてるんですけども、まあ、撮れる時にちょっと思いついたら撮ろうかなということで、今日はこれ2016年の12月の、15日か6日、15日ですかね、15日ということで、あともう半月でね2016年も終わるということなんですけれども、まあ、ちょっとこれ画像がごめんなさい暗くてね、あのほとんど見えないと思いますけれども、まあ、あのちょっとずつでもね撮っていこうかなと思っています。今ちょっとアップがねできてない状況で、少しあの YouTube の方もアップできてないんで、これからまたね少しずつアップしていこうかなというふうに思っています。で、何もね、何も考えていないということなんですけど、最近自分のねあの音声教材を聞いてまして、まあ、自分で自分の声を聞くっていうのもまたまあ変な感覚なんですけど、もう今は本当に変な感覚とは思わずですね、あの慣れてしまってるんですけど、初めは本当自分の声ってすごい違和感があるんですよね。自分の声じゃないなと。でもあの実際他の人が聞いてる声がその声なわけですよね。で自分の声っていうのは内側からこう、中から振動であの伝わってね聞こえてるので、また違う聞こえ方をしてるわけですよね。でそういえば、声っていうことで思い出したんですけども、昨日ちょうど、528Hz の、その振動とか、音ですか、周波数、それのことについて詳しい方に来ていただいて、で、まあ、イベントを、したんですよね。まあ、音の話から、アロマの話とか、スイーツ教室をしながらねそういう話をして、まあ、いろいろちょっと組み合わせてのイベントだったんですけども、まあ、その方は音の研究をずっとされてきて声楽の方もされてるそうなんですよね。だから、声っていうことのまあ重要性、言葉にすることの重要性っていうのをすごくあの勉強学ばれてる方で、まあ、僕自身もすごくねこう参考になったことが多々あったんですよね。で 528Hz って今あのいろんなところでスピリチュアルのところでとか言われてるんですけれども、本当に 528Hz って、まあ、その理論と実際値っていうのが実際、ちょっと違って狂ってるというのか違ってきてるそうなんですよね。だから 528Hz って言ってあのそういういろんな CD が出てますけども、それが全部が全部あの本当の 528Hz ではないっていうことをねおっしゃってて、でまあ、本とかでもその間違った情報が伝えられているのがあるということなんですよね。だからそこら辺もうちょっと僕自身もいろいろね学ばせていただいて、またお伝えできることがあればお伝えしていきたいなと思うんですけど、まあ、ただ音っていうのは本当に人を癒す力がある。で音っていうのは、自分の、その振動、まさに振動ですから体にすごく働きかけてるんですよね。その声の出し方とか、言葉の出し方、どういう言葉を使うかとか、それから、音楽ですよね、音楽の与える力とかいうことを見ていくと、やっぱ音っていうのは振動っていうのはすごくねあの人体の健康にも精神安定にもすごく重要になってくるんじゃないかなって思うんですよ。で実際に、まあ、そういうことで 528Hz の、音をですね振動を、響かせる音差っていうのもあるんですよね。で音差っていうので、その今 528Hz っていうことでね僕自身も少し前にこう注目してて、その音差を購入してたんですけど、それはその空間をそういう振動にはするんだけども自分の体内に響くのがですね弱いみたいなんですね。でその方が持ってた音差っていうのは、体内に振動をですね 528Hz の振動を響かせるものだっていうことで、やっぱまた違うそうなんですよね。だからそういう音差っていうのもね僕自身使ってみて、また何か感じるものがあればねご紹介できたらなと思ってるんですけど、まあ、そういう音の重要性っていうことを昨日はね学ばせていただきました。またここら辺もちょっとねいろいろ興味が僕自身もあるので、学ばせていただきながらですね、お伝えできたらなと思っています。でその方は、まあ、あの僕の、店に来ていただいていろいろ話をしてたんですけども、まあ、前回、お会いできなかったんですけど、うちの妻とね、店で話をして来られて、その時話をしてたんですけど、その時にその本棚
目をつけられて、それがその方の人生を変えたみたいなんですよね、木月真嗣っていうのは。でこれが僕自身もね、実は木月真嗣っていうのはいろんなところでちょっと述べたりしてるんですけども、僕自身非常に影響を受けて、まあ、この木月真嗣っていうのに出会ったことで人生が変わってるんですよね。まあ、人生が変わってるというか、それで大きく僕自身の流れも変わったなっていうことを実感してるわけです。で実際にですね、その木月真嗣と出会ってから食というものにね、関心を持って、健康というものにも関心を持って、それまで、勤めていた仕事を辞めて、で、そういう方面にね、進むきっかけになったのが実は木月真嗣なんですよね。その一冊の本で本当に人生変わっちゃったなっていうことなんですけど、まあ、その木月真嗣に対して関してもその方はいろいろ造形が深くて、まあ、いろんなことをねちょっとおっしゃっていただいたんですけども、まあ、そういう共通点もあり、なかなかねこうユニークな方で、いろんな幅広くねアロマのこととか、それからその音のこととか声楽のこととかされてるので、また店内のイベントでもねいろいろしていきたいなと、来ていただいていろんな話をしていただければなっていうふうに、まあ、今思ってる段階です。はい、ということで、まあ、528Hz の音振動ですよね。これが、まあ、非常に、実際はねその体にいいと、体の状態を変えるものだっていうことなので、そういったものも使いながらね、より健康体になっていく方法をですね、僕自身もご提案できればなと思っています。今回はね、そういうことで以上になります。ありがとうございます。